いしょ。バラお疲れ、タコハート、かわいい、ありがとう、こんばんは。今日早い、今日は早く家にいます。中村舞です、こんばんは。こんばんは。ありがとう。リリーブ広島にも来てほしかった。あー、そう、なんか瀬戸内巡り、リリーベが発表されましたね。バラハートありがとうございます。そう、あのもうすごい直近であるんですけども、そう、瀬戸内巡り、え、瀬戸内巡りっていうのかな、もう瀬戸内巡りみたいな感じで、なんかね、そうそう、ハートありがとうございます。東京で2月の19日に最初に会って、そうそう、なんかこういうイベントは、そうですね、いつぶりだ、結構もうあのコロナが流行ってからやってなかったので、そう、広島と東京、広島、兵庫の順で今発表されてて、来週なんで19、そう、すぐなんですよ。ありがとうございます。無謀ぶり、無謀ぶりか、瀬戸内巡りじゃない。なんかそん、すごいなんかないんですかみたいな言われるんですけど、私も同じ気持ちだし、なんならあの後々発表されるんじゃないかなって思ってるんですけど、そう、今の時点でないだけなんじゃないかなって、なんか個人的にはすごい思ってるんですけど、なんかないって、ないのかな、わかんないけど、なんかね、私は思ってるんですけど、なんかみんなないってなってる。そう、結構急遽の発表でしたね。あら、ありがとうね。ちょっとまだ分かりませんけど、そう、3箇所、あら、ありがとうございます。ね、個人的にはね、そう、瀬戸内7県全部でできたらいいんですけど、同じタイミングでした、いや、同じタイミングではないんですけど、そうですね、そうそうそう、ありがとうございます。知っとった、もちろん、だって2月19なんてもうすぐですよ。すぐのことなのに知らなかったら大変だ。まあそういうことよくあるんですけども、わ、すごい、何これ、トランプ、めっちゃトランプ、トランプ、ありがとう、トランプ、トランプ。まあでも9枚目シングルのリリースのイベントですから、そう、ぜひ皆さんお待ちしてます。ね、そう、なんかレーンが分かれて、なんか久しぶりな感じですね、この、そうそう、ありがとう、虫もありがとうございます。そう、私はですね、あの東京と、東京が PR 舞台なんですよ、7人で、で、あと兵庫県の方に今出演することが決まってますね。
ありがとうございます。新曲披露されるんですかみたいな、されるのよねって圧がすごい圧がすごいです。ありがとうございます。どうなるか分かりませんけど、私は初披露結構16人でしたいんですよね。いつも思うな、なんか初披露とかだったら16人でやりたいな。ありがとうございます。オリジナルのメンバーで。じゃあそう、今回のリリースイベントはその6人とかちょっと少人数で分かれてのあの開催になります。会いに来てください。お待ちしてます。19日より前に MV 公開あるんかな。いや私もそれ分からんのよねいつ公開されるか知らんのんよ実は知らないんですよ。いつ公開されるんでしょう。MV 見てな、 MV って私もあのあれですよ、皆さんと同じタイミングで見るのであまり見ることないですね。ありがとう。事前に見るものだと思ってた。見せてもらったことは曲によってはたまにあるんですけど、でも毎回そういうわけでもないかも。うん、笑顔のチャンスとかはそのみんなと同じタイミングで見たから、なんかそう前に公開ってことがあんまないかもしれません。花垂れのドラマは先に見た気がするわ。いやじゃあ見てないか。いや見たわ。いやあれいつだっけ見たかも。てか恥ずかしくてね、見れんかったよあの時最初。いやーって言いながら見た。ありがとうございます。なんかさ、初のさ、なんかあのドラマ MV だったからすごい恥ずかしくて。ありがとうございます。そうよ、恥ずかしかった。なんかうん、そうなんか演技をさ、そう初で、うん、バラありがとう。バラ2種類あるわありがとうございます。なんか台本の読み合わせもなんかどういうテンションで やるのかとか本当に初めてすぎて何もわからんくって、そうでなんか3人でトライアングルセンター3人で演技するとこ多かったんですけど、それも当日3人のスケジュールが合わなかったから
ほぼ当日合わせて、そう、すごい緊張した思い出がある。ありがとうございます。監督さんに演技指導された？でもなんかニュアンスみたいな、自分でやってみてニュアンスが違ったら言われたりしたかな。なんか教えてもらったりしたり、ここはこういうニュアンスとか教えてもらったかも。けど、当日にファーストテイクで OK だったの。いや、もう何回も撮りました。めっちゃ撮りました。本当にもうなんかドラマとかってああやって撮るんだって思ったんですけど、そのいろんな顔の寄りとかさ、引きとかいっぱいあるじゃないですか。その映像が変わるごとくこうさ、この人の寄りになって、この人の引き、この全体の引きになって、ここのみたいな感じでさ、角度がいっぱいあるじゃないですか。でも角度いっぱい撮ってる割には他のカメラが見えてないじゃないですか。だから毎回ワンカットワンカット全部そのここからの角度を撮って、ここからの角度を同じ演技で撮って、ここからの角度を同じ演技で撮ってって、いろんな角度を撮るので、本当に何回もやった。そう、すごかったです。ありがとうございます。なんかうん、いつもの MV とはなんかちょっと違う。でもね、あれなのよ、なんか MV のダンスシーンもそんな感じなんですよ。もうなんかまずこうカメラ真ん中ので、あれ何撮ってるんだ、なんか中ぐらい撮っててみたいな。でじゃあ次上手の寄りみたいな、下手の寄りとか上手のここ狙うみたいな感じで、そう毎回いろんなカット割りを撮るんですよ。で最後にドローンSTU おなじみのドローンが来て、でドローン撮影があって、そうなんで何テイクもする。ありがとうございます。そうなんです。そうなの、みんなドローン大好き。 STU ドローン多いんですよ。 STU の MV を見てもらえば分かると思うんですけど、なんか空から撮ってるなみたいなカットが結構あったりすると思うんですけど、ドローンです。何だった？そして外で撮ることが多いんでね、あの瀬戸内の景色とかそう見せるのにドローンとても良いです。今回ダンス曲と聞きました。そうなんですか、それ誰がやってたんですか私さ、なんかさ、こういうさ曲の情報とか、まあ、曲っていうかなんかいろんな情報さ、どこまで言っていいか分かんないから、あ基本言わないんですけど、そうなの誰が言ってたんだろうあんまり分からん、なんか自分の中でも不安じゃけあんまり言わん。あの皆さんお楽しみにそしてあまり聞かないでください
今回もドローン使ったらしいね。え、ちょっと本当に誰の配信に行ってきたの誰の配信にお邪魔してきたの、言ってごらん。なんだってホラーって言われた。調べ。私の問い詰め方？分からん。でもあのみんないっぱいこうなんか情報を喋ってると思わぬところで自分に返ってきますよ。こうやっていろいろバレちゃうかもしれないんですからね。どっか行ってるとか。ですか。僕にも言ってない。本当かよ。いや私ね、なんか結構私こういうの敏感なんで、なんか空気感じるんですよ。なんか独特な空気感。いやこれがマイキューの勘ってやつマイキューの勘ってやつです。皆さんあのバレてないと思ってもいっぱい本当はバレてるんですからね。でも私は気づかないふりしますけど、べえありがとうございます。勘って当たるよね、結構当たるもんじゃ。今のべもう一回ください。嫌だね嫌だ。ありがとうございます。怖いって言われる。なんてこった。いや私ね、なんかでも余裕でありたいんやけどね本当はね、なんか「うん別にいいよ」みたいな「うんそうなんだ」とかって。でも怖いって言われる。余裕なんて一個もないよ。わからん。わからん。イエーイ。いやリリーベ怖い。え、三人連だからですか。三人連なんですよ。楽しもうぜ。え、どういう感じで話すんだろうね。
いつもな感じ、こう流れる感じかな。3人ペンには話すわけないよね。え、どういう感じなんじゃろう。でもちょっと久しぶりで分からんくなってきたわ。いやさ、リリーベー、確かにリリーベーね、確かに速度どんぐらいなんじゃろうね。3人いっぺんに話されたらってなるね。だから久しぶりでなんかこういうの、いやでもコロナ中もあったんかいね。あったんかもしれんけど、あったか、え、四国ツアーとかでなんかちょっとそういう感じののはあったんですけどね。マイキュー以外の人何を話せばいいか、それ迷うよね。私だったら何話すかな。可愛いですねって言ったら推し怒るかな。なかなかに可愛いって言ってもうデュフデュフってなるかも。私結構多分あのすごいもう何ですか、釣られちゃう、軽く釣られちゃうから、軽率に多分こんなんなる。でみんな可愛いもん。みんなにあーって言われたら確かになんか確かに、あ、この人も、あ、この人も知ってるんだみたいになるね。でも楽しい話をしましょう、みんなと。なんか結構ね、何ですか、なんかそういう三人例の時とかはその自分を一押しではないけどって方でもすごい自分のことをなんか調べてきてくれたり、私のなんか好きなところ言ってくれたりとかする方も多いですよ。そう、すごい嬉しいです。なんか、あ、なんか予習してきてくれてるみたいな感じだったりとか、まあ、あとはもうその日のことを話したりとか、なんかそうそう、いろいろです。もう何でも OK。緊張で飛ぶ、いやわかる。だってさ、あれだよね、こう考えとっても順番に話してったら忘れちゃうあ、なんだっけみたいななるよね。わかる。ほんとね、1回は1回はごとにね、順番は、話す順番は分かんないですけど。ノリで話した方が意外と盛り上がる。いいね。ノリか。流れに身を任せる。え、ありだよ。
ありあり。ありがとうございます。あ、まとめ出しあるね。今回も多分あると思うんですけど、まとめ出しも多分あると思う、うん、なんかその3人じゃなくって あるのかな、わかんない。今回のシングルだけないとかあるのかな。毎回まとめ出しってのはあるんですけどね、なんか選んでそう一人に まとめ出しってのもできたりする時はある。でもなんかない時もあるのかな、わかんない。そのある、うん、どうなんだろう、わかんない。でもあるって書いてなかったらないかもわからん、その時によるわ。リリーベあるんか、わからん。どうだっけ、善悪、確かに善悪はあるわ。わからん、ちょっと今の情報はちょっとこれくらいで。どっちだろう、ある、ない、ある、ない。ここカットしといてくださいよろしくお願いします。みんなに、みんなに向けてカット、脳内、脳内編集カット、お願いします。ピー、ありがとう。いやちょっとみんなにね相談したいことがあってね、あのね、セーターンティーをデザインしないといけないんですよ。そんでですね、締め切りがちょっと近くて今年のデザインは決めてないんですけど、みんなに相談しちゃおうって思って、色とかもみんな何色が着やすいんかいねとか思って、ちょっと生誕って一緒に決めたいな。楽しみにしてるよ。なんか絵描いてほしいんですか、みんなどういう感じなの。ちなみに白が多いのかな、私の生誕って。白、なんか白か黒が着やすいかなとは思ってるんですけど、基本なんか白になっちゃう、なんか選んでなんか勝手に白に私がしちゃうんですよね。だから今年別の色にした方がいいかな、目立つカラーがいい。あ、白透ける、確かに。ド派手にお願いします。嘘、もうショッキングピンクとかにしちゃうよこう半分ピンクで半分オレンジみたいなのができたらいいんだけど、そんなんできないから、確か一色だから黒ね、黒いいんじゃけどね。あ、オレンジ、どうしようかね。黒も良き。いや黒ね作ったことない。もうなんか絵をどういうあれで描くかにもよるよね。もうカラーの絵じゃったらもう絵描く前提なんですけどなんか写真とかでも OK なんよ。あの生誕ティーのデザイン基本何でも OK で、自分の写真を載せてもいいし、文字だけでもいいし、なんか絵描いてもいいし、結構なんか自由なので、なんか皆さんのなんかちょっとに聞こうと思って。写真もいい、なんか誰かがしてた写真、なん、いつかの生誕祭の T シャツで。何色でも着る？え、何色があったっけな、いろんな色があったはず。黒、あ、待って、なかったっけ、いや、ないわ。え、なかった、なかったわ
あるように見せかけてない。なんかオレンジでも濃いオレンジやったらオレンジって感じですか。ピンクスピンクとかだったら着やすいのかな。わかんないや、わかんないや。あと写真がいい？絵がいいかな？どっちがいいと思う？あ、絵と写真どっちもいるわ。じゃあどっちもにしようかな。両方ダメなの？なんか両方使っとる人見たことないかも。できるのかなそんなこと。基本みんなどっちかかも。背中 OK、 背中 OK だし、あとこうなるかワンポイントかっていう、なんかどっちかって感じ。あ、まあどの辺でもいい。ちょっとね、デザインをね一旦書いてみようかな。生誕公演いつ？いや、それがまだ分からん。いつなんじゃろ。前は写真、後ろは写真の模様。もしゃ、うん、何何何、自分で自分の絵を描けということか、そういうことか。ロンティ、ももここ、でもわかる、あれ着やすいよね。わかるわかる。逃げた。生誕って言ってさ、みんな半袖やんね。じゃあ一個聞きたい。ここら辺いっぱいかワンポイント派どっち？これアンケートしようかな。ワンポイント派なのか、こう T シャツ割とこう全面に書いてほしいよって人か、ツーポイント。なんかここの方ってこと？どういうこと？なんか水着みたいになりません？あ、ここに？ももとここ？それできるんかな。ちょっとさ、犬の水着みたい。なんか水着みたい、水着みたいになりそう。あ、ちょっとこれ全然つかんわ。ちょっと書いてみるね。ツーポイントってどういうことな。あれみたい、あのさ、トイプートイプー君みたい、トイプーの衣装みたい、トイプーの衣装みたいな T シャツができそう。なんか水着みたい。ここさつなげたら、ほら見て、これももちゃんとここちゃん、もう水着みたいじゃない。どう見て。それは綺麗。そらそうだ。なんて男性この水着のタイプなかなか着ないですよね。
ビキニは着てないですか？じゃあこれはなし。これは2ポイントはなしだ。やっぱりビキニみたいになるから、こうこことここだったら紐入れないでよ。いや紐入れなくてももうビキニみたいだよ。裏と表の2ポイント。え、ちょっと待ってください。じゃあももちゃんとここちゃんどっちが表に来るか競ってしまうかもしれません。うん、じゃんけん、犬のじゃんけん、同じ手しか出せん。後ろマイキューの写真、なんか写真もいいんじゃけどさ、何の写真にしたらいいんかが選べんのよ。なんか写真がありすぎて、それ用に写真を撮った方がいいってこと？写真のチョイスに、多分めっちゃ迷う。あ、モノクロ？おしゃれそう。モノクロにしたらさ、おしゃれになるくない？どうしようかいね。いや難しい難しい。証明写真風に撮ってもう真顔で誰やねんってなりそう。あ、ジャンプの写真、ジャンプの写真いいじゃん、いいじゃんけ。クリボー、クリボーね。間違えた。やっぱり絵はやめようかな。絵はやめよう。もう絶対にやめよう。もうダメじゃんこりゃ。いやでもね、あの絵が好きな人もいて、絵がまあなんかうわーって人もいるかもしれないからしんどい。え、これかわいいじゃろ、クリボーの表情筋、顔真似。かわいい。イラスト大集合は今までの、あの、のけてないに、あんまり撮ってないかも。絵描くなら何の絵描いてほしいですか？あ、ネンキュー、キャカ自画像？これやんけ。
犬自画像多い。ジャンプしとる写真か。これジャンプさせてみよう。どんなんだっけ私のジャンプって。私よくジャンプするんですけどね。ね、絶対にみんな欲しくない。もう絶望的な絵のセンスで泣きそうになってきた。誰か描いてくれませんかね。誰か描いて。もう見て。でも私のいなくするジャンプこれなの。これがこう、そう、どう、みんな来たくないな、こんな。キャッカ好きだよ、ありがとう、優しい優しい。優しいわ。後ろ全面やばすぎ。やーびゃーい。姉貴を描いて。いや私がここで今姉貴を描いたら多分この私のあのルームにいてくれるみんなが姉貴はそんなんじゃないだろーって怒るから描かないようにするわ。まあ、お姉ちゃんも怒るから。姉ちゃん見たことないから。いやそうなんや、そうなんや、そうなんや。ありがとうございます。でも多分みんながこれは違うって言いそう。姉貴の後ろ姿描いて。いやでも聞いてくださいよ、私の生誕ティーなのにお姉ちゃんの後ろ姿がプリントされてたらなんでやねんってでもちょっとなりませんか。お姉ちゃんの生誕ティーやったらあれやけど。シルエットだけでいいからみんながお姉ちゃんのシルエット描けっていう。お姉ちゃんのシルエット、人のシルエットは大抵これじゃろうね。えみんな大体これじゃろう人は。アイスクに似てる。見たことないじゃろ。どういうことや。そんなの姉級じゃない。そんなの言うな。みんなことごとく私が描いた絵をズタズタに本当に文句を言って。本当にもう私の心もズタズタなり。ほらほら吠えてきた。あおー、狼になりそう。かわいい、ありがとう。え？泣かないで。全然泣いてないやんけ。もう見てください、この
涙一粒もこぼれんのんじゃけどこぼしたいけどこぼれんのんじゃけど、なんでかっていうと、私もちょっともう私が描いた絵これ欲しくないからですよ。見てください、このこれ、もうこれのさ、これが T シャツに描かれてたら嫌なだけで、私これのアクリルキーホルダーとかだったら欲しいんだよね。これアクリルキーホルダーとかにしたいな。これだったらカバンにつけたい自分で言うなんかあのこう着るのとあ、なんかこうキーホルダーとかまた別。誰が参考、え、これ私だよジャンプのやつ、え、でもさ、おしゃれにジャンプの絵を描いたら、ちょっとおしゃれに頑張るわ、もっとおしゃれにね。なんかさ、あるじゃん、たまに私っぽい絵のタッチの服ありません、この世に。あんな感じでこう芸術みたいに、え、あるよね。おしゃんにお願い、任せて、私が今おしゃんにするから不安？大丈夫よ。なんと絵描いた歴5年ぐらいなんで、 STU 入ってからっていうの毛を羽ばたかせて、え、あれ見た、あのさ、なんかガソリンスタンドのさ、ガソリンスタンドのなんかマークでさ、髪の毛羽ばたいてるやつあるよね、なんかこんな髪の毛なびいてるやつ、あれみたい。あれ、なんだっけ、わかんないけどどう、もうちょっとスタイル良くしたらよかった。 2.5 等身ぐらいやったわ。ほらって言われた。やっぱダメじゃな、もうやっぱ写真にしようかな、写真にしようかなって思ってきたわ。これ黒地にこれ、ワンポイント分かった、もう真っ黒な T シャツにこれも、マジで本当にこの裾とかにこうやって入れようかな、そしたらなんか探せみたいなね。これをこう増殖させようかな、こうやってこうポン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 斜めみたいな配置をちゃんとしたらさ、良くなりそう。文字もお願い、ジャンピング級筆記体でジャンピング級躍動村舞、躍動村舞、ジャンプ村舞、
やっぱ無理じゃ、やばい、ちょっと待って、やばいやばいって言われた。うえん、舞い上がれ、え、めっちゃいいじゃん、舞い上がれ、舞い上がれいいじゃん、舞入ってるし。舞い上がれってさ、あの朝ドラ、朝ドラじゃん、ほんと舞い上がれって。そう、朝ドラの舞ちゃん。舞い上がれじゃダメダメだ、 パクリって言われた。じゃあ、舞い上がろう、舞い上がります、敬語にする。あ、もらった。あ、もとまちさん、ありがとう。ありがくもとま、ありがとうございます。語尾変えてもダメって言われた。みんな、あ、言えばこういう。これ何クマなんかな。あ、アリスか、不思議の国のアリスじゃない。舞い降りる？舞い降りるはいいかも。そしてやがて舞い上がる。次ぎ猫ちゃん、ありがとう。一番得意な絵？え、ないないんよ。もうなんかさ、生誕っていうおしゃれにできるメンバーマジで尊敬する。なんなん、なんかさ、誰だっけな、すごいおしゃれだって思った人がいたんだよ。アイコジかな、誰だったかな、なんかしかも結構みんなおしゃれなんだよね。え、なんかなんかしかも待って、みんなさ何個か生誕って出してるからちょっとどれかわかんないや、いっぱいあったから。ありがとうございます。おしゃれなやつがいい。え、ちょっと聞きたい、おしゃれなやつがいいって言ってる人に聞きたい。みんな、え、仕事場に着ていく、もしかしてお出かけに着ていく、え、それとも推し、え、ライブとか見に来るときに着てくる、そういう人が多い。え、そう、あの、分からん、おしゃれ、おしゃれに、おしゃれにしてって言ってる人。普段着に使いたい。マジか。何と合わせんの？下は何履く？ライブ？多いよね。やっぱライブ。不思議の国のアリスのジャンピング加工。それはもう短パンだよ。私の T シャツと短パンを履く気なの？本当に？夏しか無理やん。で短パンになるよ。サムの絵は？いや、ダメダメダメ。サムの絵はダメ。サンリオさん。だし。サムは私の推しですからね。ダメダメダメ。
ペンギン？野生のペンギン描いちゃうよそんな。いいのかい？ダメや、もう出てこんわ、難しいわ。マイケルのイラストをちょっと加工して部屋着仕様にしてもらえれば。いっそ文字のみとかは、え、そのさ、絵に合わせて文字を入れるんだったら結構思い浮かぶんだけど、文字のみだったら何入れたらいいか分かんないんだよね。何入れるんだろう。大きく9 原点、原点って感じがする。シンプルなのが一番いい。え、これは？これだってさ、見て、古代エジプトの文字の中にありそうじゃない？なんか石像とかに刻まれてそうじゃない？これ腕がトングって言われた。確かに掴めそう、ここ、これ。ピラミッドに書かれてそう、これ。これ袖に入れたらんの。でもなんか前から見てさ、真っ黒、真っ黒っていうかさ、なんかデザインがないの寂しいんだよね。何かは欲しいんだよね。もともちさん、ありがとうございます。ありがとう元町さん。ありがとう、ありがとう、ありがとう。怖いで言われる。ごめんね、怖いで言われてるよ。ごめんね。これリトルマイキューだから、これなんかに使えそう。別に生誕ってじゃなくて、いなんか何かに使えそう。夢で会いそう、いいじゃん。
これ妖精みたいじゃない、結構。さ、リンコちゃんってさ、こうなんかみんなで輪、手をつないで輪になったリンコ沼みたいな感じだった。こうやってリンコちゃんのリンコちゃんのアイディアパクるあ、それはちょっとあれなんですけどパクるのはあんま良くないんですけど、全然まとまらん。まだもうちょっと考える猶予はあるんで、一旦この配信が終わった後にこれを、これ毎日見てみます。私これ見て、ちょっとやっぱりやめようって思ったらこれはね、お話し会で話すのはもう日にちが過ぎてるかも。次のお話し会だったらさすがに過ぎてるかも。23だよね。難しいな。ありがとう。か、お気に入りの写真？もうワンちゃんの写真かな。そうなったら自分の写真よりもワンちゃんがいいなそう、ワンちゃん、ワンちゃんが飛んでる？え！いいじゃん。書いてみようっと。私ね、ももちゃんとココちゃんの絵はもうずっと描き慣れてるから得意なんだよ。めっちゃ私よりもスタイルがいいワンちゃんになっちゃった可愛い。可愛くない？可愛いと思うの私だけな。見て、そこ、もう一人ここに。三連続。てててん。え、かわいいね。何ドビーって。ワンちゃんに見えない。うっそー、あれだよ、犬種がトイプードルなんだよ。だからじゃない。ワンちゃんの犬種っていろいろあるからさ。うちんちのワンちゃんはトイプードルなんだけど、
トイプードルです。このなんか耳がね、トイプードル見歩くね。かわいい。これか、なんかかわいくない。斜めにしたらおしゃれにならん。おしゃれじゃない。それいい、本当に。どう、この舞い上がってる、これでも色つけた方がいいかな。ちょっとありになった。もうちゃんとここちゃんが増えたらありになったよ。嬉しい、本当に。色つけますか？ T シャツの柄によるかも。柄っていうか色か。でも聞いてください。例えば白の T シャツに白黒で、これこういうのあるよね。こういう T シャツあるくない？なんかこういうなんかモノクロでちょっとなんかなんていうんですか、こういうタッチの絵の T シャツあるくない？あるよね。なんかさ、これわからん。なんかしかもおしゃれな人、なんか普通に服のブランドとかでこういうのあるくない？こうかな。ゆるいキャラの、そう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 。どっちがモモ？こっちがモモちゃんのつもりなんですけど、なんかこっちの方がちょっとちっちゃくなっちゃった。なんかモモちゃんの方がちょっとちっちゃいんですよ。ちっちゃいっていうか細い。いやこれはなんかちょっとあれしてみるわ、合成してみた。全然ダメだったら別のにするわ。みんながね、すごいね。おしゃれじゃないって言うと思うけど、楽しみに待ってます。ありがとう。水着以外だったら、もうみんながいっぱい言ったら混入しちゃうからね。このももちゃんとここちゃんの水着 T シャツ、カラーしかもで、これ肌色ベージュにしちゃうから、ベージュにしてもう本当に水着みたいになっちゃうからね。かこれが来るから嫌がらせ。みんな買ってくれんかもしれん。中村今年の生誕ティーはなんか着とる人少ないねとか言われそう。はい、違う、はい、あのデザインをってそのおじさんいいです。これ私です。これは髪の毛描いてないけど、私です。これロングにしたら私になる。
リトルじゃない方。そう、じゃあこれバックプリントにしていい。でこれが表。どんだけこのポーズ好きなんてなるけ。これは却下です。これはアクリルキーホルダーにしたい。まず両面できるか聞いてみて。え、できるできる、できますよ。両面はできます。片面だけなのはないはず。両面できるけど、私が今まで両面したことない。片面しかしたことない。え、両面あった方がいいかな、分からん。あんまりなんか、うん、前から見た時になんか柄が見えたくって前だけいつもつけてた。できる、一応できるっちゃできるよね。うん、何リバーシブルって。え、どういうことなん。裏を持って反対でも切れるってこと。首がうってなるかも。でもね、私の前ももちゃんとここちゃんのなんかロンティーを作らせていただいたんですけど、作らせていただいた、作ったんですけど、なんか反対に着てる人いるの。でもちゃんと分かってて反対に着てる人がいて、あの前ワンポイントで後ろ T、 あの何ですか、なんか写真にしてたんですけど、そうそう、まあのリバーシブル仕様じゃないから多分首がうってなると思うんですけど、反対に、そうそうそう、なんかリバーシブル仕様やったらね、多分首元がすっきりすると思うんですけどね。写真見せたい。いや、そうなんよ。え、じゃけえさ、あれなんよ、私もさ迷ってさ、なんかもう絶対ショールームで聞こうって思っとって、でも今日はこれこれが出たぐらいで、果たして良かったのかは謎です。今何やったの。ささっと書いたのが良かった。なんか書き直すかも、全然わかんない、どうなるか。ありがとう。死んだら家族も写真が、みんなが写真っていう。え、やっぱりもう、卒業だね、これは。もう絵は卒業します。中村舞、卒業します。今までありがとうございました。
インスタはどうなる？あれは鍵やかあの鍵やかになる辞めないでいやじゃあの封印しばらく封印しよう。どうもありがとうございます。凍結ツイッターみたいじゃん。自己凍結、そう、自分からカチッいやでもなんかあれよな、なんか服にするのとはまた違うよな。そうなんやな、そこなんやな。服にするのとは違いすぎて、うん、難しい。ビレバン？ビレバンめっちゃ悩んだよ。マジで。悩んだ。でも、なんか、らしさが欲しかったから、自分の、なんか、書きたいように書こうと思ってたから、よかったかわかんないけど。でも、あれ、あれ普段使いできる？なんか普段使いしたい人が多いのかな。ライブ以外にも着ていく。え、なんか会社に着ていったりする？もしかして。会社に着ていくならもう黒のさ生地にさ、ここネクタイの絵にしようか。ここネクタイだったらみんなさ会社に着ていきやすいんじゃない？夏。スーツ？そうでしょ？黒にさ、ここだけネクタイの絵描いてさ。どう？助かります？助かる？クールビズ、クールビズよ、クールビズ。リモートワークで使える。え、バレると思いますけど、ね、私のですね。リモートでは、リモートでバレんことはなさ。リモートか。え、リモートってさ、でも少なくなったくない？私最近思うわ。リモートワークっていうか、そのリモートの前までは会議とかもリモートめっちゃ多かったけど、リモートなんか徐々に少なくなってって、うん、なくなってきた。あー、まあでも確かにね、仕事内容にもよると思うけど、でも私はね結構少なくなりましたね。
会議はリモートって、なんか打ち合わせとかリモート結構あったんですよ。全くなくなったわけじゃないんですけど、話し会リモート、あれはリモートっていうかテレビ電話って私は思ってるなんかリモート、確かにリモートなんだけど、なんかリモート、うん、テレビ電話感覚な感じ。ちょっとなんかなんて言うんだろう、そういう感覚。もうテレビ電話っぽくない？テレビ電話久しぶりに聞いた？テレビ電話しないの？テレビ電話楽しいよ。春からね。え、春からだっけ？いや、もうなんだっけ？え、なんかいろいろと緩和されるから、何かいろいろとなんかありそうだよね。声出し STU も解禁するのかな。ありがとうございます。あ、5月から今2月、あと3ヶ月ぐらい、3ヶ月切ってるぐらい。ボイトレしてる？え？ボイトレ？声出しのボイトレ？あー、そう、 AKB さんね、そうよ、声出し解禁ね、そうよ、どうもありがとうございます。そうよ、 STU もそう遠くないんかな。あんま STU の公演の情報とかもわかんない、その何ですか、どうなるかとかわかんないんですけど、まだ何もトークはなさそうだよね。STU のコールわからない。え、そうだよね。てか、なんかコロナ中に増えた曲わかんないよね。なんかどうするかとか、ああいうのってどうやって決まるんだろうね。なんか結構空気で決まるよね、みんなの。決まってないやついっぱいある、うん、でも多分ない曲もある。ヘタレタチオとかは あってほしい。なんかヘイとか、なんかみんなで会ったら楽しそう。でも多分ない曲もあると思う、コールが。花は誰のものとかはない感じするし、ありがとうございます。でもね、ラララララはね、こうやってねやりたいちょっとなんかなんか毎回とは言わないんだけど、なんかでこうやってみんなでラララララとかって手振りたい、ラララララ最後だけとかでもね。なんか一体感を出したい。でも難しいよね、そういうのって。
あと何分？原点みたいな感じ。だだだだ。あとね、そうなんです。原点こうやってやってた。最後。出航とかも良さそう。手振る曲あったらいいね。いっぱい。今でもできそうだけどね。57分。壇上呼ぶ？よしひろさん、みやびさん、ミッキーさん、まゆたみさん、きなぺこさん、あー壇上変わったで、よしひろさん、てつみやさん、まささん、まゆたみさん、きなぺこさん、刀剣太郎くんさん、もとまっちさん、なんばのひさとさん、ゆずきちさん、くまねパパさん、コタンクさん、ミッキーさん、みやびさん、ありがとうございます。あと私ただ4、11行くね。もうすぐ公演やね。11、12が公演なので4公演あります。楽しみ。公演久しぶりな気がする。そうでもないか。ん？おやすみなさい。鼻だれが久しぶりかも。そうでもないかも。わからんくなってきた。おやすみ。また明日おやすみ。ありがとうございました。またねー。イエーイ。ふふふふ。パフパフパフ。バイチャラッポー。